敵を頑張って倒すぞという思い。うぅ、あ、これあれ、速い足場、レールがあるから壺がありますと。で、あんあん、え、うぅ、うぅ、そ、ここを突破するには高度なジャンプテクニックが、ジャンプテクオフって書いてるね。オンになったぜ。あー、ちょっと待って、え、なんならさっきの足場、ようこそ、こんにちは、ありがとうございます。ちょっと壺投げます。ファイアボーゲットして、なるほど、オンの時はなんか赤いやつに変わりますよと。これって上にも登る、上にも登るぜ、どんどん登っちゃう。え、なんか壺かぶってる敵がいる、ぶつけ、うー、蛇がこっつんこした、怖い怖い、蛇怖い、蛇ほんじゃ、あ、それ取れないんですね。ほんじゃほんじゃほんじゃ、なるほど、ちょっと強いぞと。え、これ大事なやつ、水置きました。あ、これも水です、これも水です、なるほど。あれか、高いところから降りれずに壁とかにぶつかると、なんて、なるほど、壺が取れると段差を降りれるようになるのかさあやっていきましょう、マリオワンダー砂漠のステージ、引き続きやっていきたいんですけど、なんか、いや、どうなんでしょう、なんかね、前回謎解きがちょっとね難しいステージだったぞみたいな、そんなところだったんですけど、これまたあるかな、なんか迷っちゃうようなここはどこ、赤青へ迷宮、なんか結構ね、なんか何、なんかその操作的な難しさじゃなくて、なんか別の難しさがありそうなステージなんですけど、ここ行ってみましょうか。ねマッチセレクトは今びっくりになってるんですけど、どうしようかな、とりあえずちょっと今キノコなので、ちょっとご褒美コインつけて敵を頑張って倒すぞという思い。うぅ、え、あ、これあれ、速い足場、レールがあるから壺がありますと。で、あんあん、え、うぅ、うぅ、そ、ここを突破するには、ちょっと高度なジャンプテクニックが、ジャンプテクこれ、赤いやつより速いかな、なんか多分そうだよね、なんか赤いやつはなんかこれで逆らって進めたんですけど、ここはダメっぽいのですが、なんかオフって書いてるね。オンになったぜ。あー、ちょっと待って、え、なんならさっきの足場、ようこそ、こんにちは、ありがとうございます。ちょっと壺投げます。ファイアボーゲットして、なるほど、オンの時はなんか赤いやつに変わりますよと。で、あれちょっと待って、これ逆らえるけど、あれあれかな、低いところだと頭ぶつけてジャンプできなくて前に進めないみたいな、そんな感じで制限があると。これはオンする、謎が解けるかな。今度こっちに行ってみます、こっちに来ました。多分そのまま左行っちゃうと最初のところに戻るぞみたいなそんな感じっぽいんですけど、これって上にも登る、上にも登るぜ、どんどん登っちゃう。壺ゲットしました、投げました、コインです。え、これ左ちょっと気になるよ、ちょっとさ、最初のところに出てくるかので、またオンに変わって、あそこの足場ってあれなんですね、なんか赤いやつがあるように見えるけど、なんか通り抜けましたね、何かはよくわかんない、一方通行なのかな、なんかそんな感じはあるんですけど、左はもう戻っちゃダメなので、水があります。え、なんか壺かぶってる敵がいる、ぶつけ、うー、蛇がこっつんこした、怖い怖い、蛇怖い、蛇ほんじゃ、あ、それ取れないんですね、ほんじゃほんじゃほんじゃ、なるほど、ちょっと強いぞと。で、水があります、水があるなら花を咲かせなさいという神の教え、なんか転がってきた待って、え、これ大事なやつ、水置きました、あ、これも水ですということは、まあ、どれか1個大事にしてれば多分良さそうだと思うんですけど、こっちのやつは、これは水じゃないです、これ何入ってますか、コインが入ってきました、はい、コインが出てきました、これ持ったまんま、あ、レール乗れるけど、おお、ちょっと待って、ツボ飛んだ、強踏んじゃツボだと思ったら敵が出てくると、これはツボです、待って、
はい、うかい投げちゃった。オフ、オフ、オフが、あ、ちょっと待って、坪川さん、まだ動いた。あの人怖いよ。ちょ、あっち行きました。あれ別になんかジャンプとか、また出てきた。なるほど。あれか、高いところから降りれずに、壁とかにぶつかると、なんて、なるほど。壺が取れると、段差を降りれるようになるのか。ちょっと機動力上がんねんな。で、オンになりました。これは一方通行。あ、そっちからなの。ということは、ここから降りると、10コインゲットだぜと。で、なんか、どこまで持ってきたらいいかわかんないけど、壺持ってきました。ただがらら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 。お？さあ、どうする？さあ、どうする？ちょ、また壺があるぞ。と、この壺も水です。ので、持ってくる必要なかったです。これ別に持っていかなくていいのかな？わかんない。わかんないけど、鍵っぽ、え？あ、ひっついてくる。あ、ちょっと待って。持たなくて、壺蛇怖いです。そこに壺がある。叩くと、降りていきました。なんであっちに行ったんですか？わかんない。え、これ何？これお宝入ってる説。投げます。割りました。コインが出てきました。いい調子。鍵があると、あ、開ける。あ、壺持っていけない。ちょっと壺さん、お別れだね。ここまでありがとう。で、こっから降りるには叩かないといけないが、今です。よーし。で、コインもらって、なんか暗いところ来ました。ちょっと怖いです。ちょっとその敵が照らしてくれるようです。これがハテナらしい。これはファイヤー、ファイヤーも、あ、これファイヤーで照らせる。あ、ファイヤーで照らせるぞ。なんかオンオフがある。そこにオフが上にあって、こっちはなんもないみたいなので、ちょっとこの敵怖いからさ、ワンダーが右にあるぞ。倒しとこう。倒しとこうして、で、こうやってアタックきます。オフになりました。え、ちょっと高いよ。それ、届かないと思うのですが、水ではない。これってこれで取る？あ、取れない。あー、割れたー。あ、オンオフがあるね。待って、こうやってアタックきます。で、これ切り替えます。切り替えました。で、こうやってアタックきます。で、そこはもうダッシュでいい。ちょっと待ってよ。え、これ。届く。あ、届く。で、これ1マスなので、ダッシュだー。ワンダー。何が起こる？あ、明るくなったよ。待って。え、何ですかあなた。怖い。え、怖い。何あれ？わかる。倒した。お、切り替えます。これずっとついてくる。あ、これあれか。何？マリオの真似してる？もしかして、なんか急ぐと、どんどんなんか、ついてきてみたいな、そんな感じなのか。わからない。わかんないけど、ツボです。ツボゲットしました。怖いです。じゃんじゃんついていきます。ちょ、怖いです。ファイヤーゲットです。これ、待って、こうやってやったきます。あ、それ、強い。あの人強い。オフです。切り替えました。これ切り替えると。これどうやってそっち行ったらいいんですか？わからない。来てるよ、まずい。こっちに来て。あははは。話のあったよ、今。さあ、ちょっと、なんか、マリオの真似してくる敵、めっちゃ強かったんですけど、あれ多分、どうなんだろうね。なんか、走ってると強そう。なんかね、なんかそんな予感がする。多分、その走り回ると、あの敵も早く動くので、その早く動いてる敵を避けるのが難しいぞみたいな、そんな感じになると思うので、ちょっと多分、なんかもう落ち着いて移動することが大事になりそうな、そんな予感がするので、ちょっとね、今回はそれを意識してやってみたいなと思いますので、よろしくお願いします。これって、ツボで倒せ、あ、外した。これ切り替えます。で、ちょっと、こっち叩きます。こっち叩きますして、こっち行こうか。もう一度ワンダー通りました。ワンダー通りましたして、で、ちょっと、影がまた出てきました。怖いです。して、で、これゆっくり行ってみよう。ゆっくり行ってみようすると、ゆっくり来てるね。ので、落ち着いて。で、なんかその、来るタイミングで止まっちゃうとまずそう。ゆっくり来てます。ちょっと右行っちゃいました、さっき。これ切り替えると。
何が起こるかは、コインが出てきました。コインが出てきました。で、これ、ツボ持ちました。投げました。これ、引っ張ります。あ、ちょ、これ何が出てくるんだっけ、ちょ、これ、もう一回。あ、まずい。あの人、ジャンプしてこっち来るから、ここを引っ張っときます。で、ファイヤーが出てくる。ファイヤーがあったら大丈夫そう。で、よちよち歩いて。じゃん、だんだん置いて、あ、まず、あ、っていうかさ、え、動き止めれるやん。それ話変わってくるぞ。あ、そういうこと？じゃあもう、なんかもう走って、もうファイヤー連打しとこう。ファイヤー連打。ファイヤー連打。え、なんかすぐ追いついてきたんやけど。ちょ、怖い。待って。まずいです。そこ止めて、うわ、なんか右にさ、アデナボックスあったけど、あれなんだったの？これさ、お宝でしょ。そんなことない。わかんない。熱い！これ、今どこですか？土管に入ります。土管に入ります。なるほど。攻撃効くのか。え、ちょっと待って。中間。ここのステージ結構険しいのかな。こっからまだ中間があるということは、多分失敗すると思うぞって、多分そういうことだと思うんですけど、右か左。好きな方を選ぶといいぞ。ちょ、スイッチが右にあったので、ちょっと遠い方行ってみます。遠い方行ってみると、何がいいことが何も別に変わらなかった。ツボ、あ、水入ってる。水をかけて、花が咲きました。え、これはツボ無限湧き？あ、ツボ無限湧きなんや。そんなことある？ツボ無限湧きって何？ちょ、持ちました。こういうので水撒くと、花が咲くわけではないのか。そこにもツボがあって、叩きます。ファイヤーが出てきました。ファイヤー欲しいです。ファイヤーゲットです。で、これ切り替えると、ツボがこっち、すげえ勢いで飛んできた。これ何？コインです。コインが入ってますのと、なんか下から上に伸びてるけど、これは降りていいやつ。降ります。あ、10コインある。うわー、そう、こんにちは。そっちに行くの。もう一回こっち行きます。10コインあります。10コインゲットです。そっちに行くの。そっちに行きました。うわー、ちょっとヘビがさ、今揺れて、ちょっと怖かったよ。このヘビ強い。あ、まずい。ヘビばっかりや。ふんじゃふんじゃ。ちょ、いっぱいいる。ふんじゃ。後ろからドン。てかファイヤーで、あ、ファイヤー効かへん。強いぞ、ちょっと。このヘビ強い。待って、こわっ、こわっ。ふんじゃふんじゃ。2回踏まないと倒せないと。で、オンオフがあって、ここいいやつ入ってんのかな。ちょっとその壺取りにくいということは何が入ってますか。わかんない。投げます。スター、で、これどこ行ったらいいですか。うわー、で、鍵があります。そこがそうです。あ、これこっちから行けんのか。なんでそこに、え、あ、行けない。え、待てよ。こうして、で、こうして、え、ということは、高いところから、青をオンにして、ここに着地しないと多分入れないと思うので、これを、こうすると。あ、これでも別にさっき右で押すのと一緒だよね。ので、変えて、こっちに行きます。やっぱりこっちに行きます。そして、これで右行く。これ今どっちですか？わからなくなった。って、これでも、上に来るときから切り替わってるはず。ので、この状態で、ああ、まずいです。この状態で、そう。それ欲しいです。この状態で多分この辺から降りたらいけそう。なんだけど、こっちの右も気になるね。こっちも気になるし。ああ、まずいです。余計なさ。ヘビーさん。ヘビーさんに余計なことした。ここにコインがめっちゃあるのは、めっちゃあります。現場から以上でした。現場から以上なのか。ということは、何もない。ただあそこにコインがあって、ちょっと敵がいて危なかったぞみたいな、そんな感じみたいなので、それのヘビさん怖いです。これ踏んじゃいして、上向きに変えます。上向きに変わってると、こうなんだよね。で、もう一回押すと、足場が出てる状態で降りれるはずなので、こっちに行きました。もう一度、ここ押します。今度こっち行きます。そっちに逆らいたいですけど、ここから降りよう。さよならです。わーってすると、鍵のところに来たぞた。で、見えてるここに帰ってこれます。やりました。頑張りました。これ右どうなってます。ゴールがあります。ゴールがあるんですけど、やるな。おめでとう。おめでとう。
あー、そういうこと？むずいよこれ多分。おめでとうして、こっから上がってこっちに行きますと、ふっとその4マスがもう飛び移れてないみたいな、そんな感じなんですけど、ほっ、おお、これもうちょっと思い切って、もう全力ジャンプでいいね。ふん、おお、全力ジャンプすぎるとそうなるのか。むずいよこれ。だってあの2マス結構えぐい。ふん、なんとか最後はね、あそこの多分どっちかに乗ってれば距離的にもうワンダフル通れるぞみたいな、そんな感じだと思うんですけど、今回はワンダフラーも取れましたので、あの敵強かったです、あの敵強かったなんですけど、うちワンダーシード2個持って帰ることができましたね。で、ん？何ですか？やった、迷宮をくぐり抜けましたね。なんか特別なステージだったのかな。しかし本当にこの砂漠はなぜや秘密がいっぱいですね。ね、なんか上の方とかも迷子になりそうだったし、やっぱそういうなんか秘密とか謎がいっぱいっていうのがなんか特徴的な感じなのかな。あ、秘密といえば何ですか？砂漠のどこかにスピードアップできるバッジが隠されていると聞いたことがありますよ。それはあれじゃない、ダッシュのバッジ。え、持ってるやつどうだ？なんかそんな感じのやつなかったっけ、わかんない。ね、待ってください。どうやって見るんだっけ、そのバッジセレクト、これか。え、これどこでゲットしたっけ覚えていない。え、これ普通に売ってなかった？ちょ、それは二段ジャンプか。これあれ、え、なんだっけ、あっちのお店、こっちのお店で売ってたんだっけ。なんかでもなんか買った気がするよね。ワンダーシートいっぱいあるって言ってバッジも売ってたんだっけ。あ、そうですね。ので、このスピードアップバッジが、まあ、隠されてるらしいですよと。多分順当に行くと、なんかあの辺の手前のステージ見てから奥来るよねっていう多分想定だったんですけど、先に買っちゃったぜ迷宮の謎を解いてほっと一息ついたマリオさんではあるんですが、そこにはガチャを引くマリオさんの姿が。もうマリオさんがガチャを引くのは誰にも止められないぜ。ちょ、ジャンガ引いちゃいます。今日のガチャのコーナー。ちょ、よし、決めポーズかぶっちゃった。ちょ、もう一丁、おかわりいっちゃうぜ。おかわり、あー、待って、黄色よし、決めポーズ。ちょ、やばい。ちょ、よしがさ、決めポーズばっか出てる。あー、でも、ルイージ泳ぎが出たので、よしです。ちょ、ギリギリ耐えた。